わお。見えてました？はい、見えてたよ。全然見てなかった。レタスマンで。なんか暗いのあったんですよ。レタスマンで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。荷物。荷物ってこれね、あのね、これも、こんばんは。はい、そう、ちょっとお土産。また、つまんでください。前回と一緒のやつが、この間は乗ってなかった、初日やったこれもう大受けね、美味しい。あとは従来通りですので、ホタテのこっちで行きましょうね、今日は。はい、ウーロン茶でございます。あ、置いといてください、ありがとうございます。はい、これ行きます。私のことで、ね、はい、多分、あ、強さん、多分強さん、はい、多分先月入社の時はまだ先でしたよ。1月はホテルとホテルでもう先月5月でしたから、ね、はい、これも、基準でしょうか。基準っていうか、はい、一般、なんていうか、普段はホテルです。十分十分十分、十分、はい、さっきだって今頃ないでしょ。そうです、今日は寒い時だ。そうです、ね、もちろんあったらあったで嬉しいけど、はい、ホタテで十分美味しい、はい、あ、こんばんは、いらっしゃいませ。あ、もうゆみちゃん、ほら、え、本当ゆみちゃん、本当どうぞ。今日は本当に会いたい、会いたい、久しぶりです。あの、先月ぐらいどうですか、ご主人いらっしゃい、やってます。新婚さんって自分で言ってる。ラブラブです。ちょっと、新婚さん長すぎる。長すぎる。何年ぐらい。とりあえず焼肉。焼肉。足りない。来て来てますの、主人。あ、前来ました。夜中に、はい、乱入してくるの。乱入しました。一昨日ぐらい。あ、そうですね。最近ですね。最近。なんかサーベル持ってタイガージェットシーンみたいな。タイガージェット乱入っていうか、そんなそうですね、乱入ってのはタイガージェットシーンがぶっちゃうぐらいですか。あとハンセン
あのね、とりあえずホタテのこっちょりでしょ、はいはい、ちなみにね、ナムルって今日は何ですか。ちなみに、まだナムルあります。あ、終わった。いや、またいい、明日朝でも来るから。大根と大根と一緒だわ。あと竹の子一緒だわ。いや、あれ美味しかったから1回ぐらいは食べれば。そしたらね、ちょっとあれでしょ、先月だったらまあ食わなかったですよね。ですね、イカのキムチもうありました。ありました。あれは前回食べて、あれもうボリュームあるんでね。そうですよね、きつかったんでね。ホタテのこっちょりでしょ、はい、これでね、一個聞きたいのは、今日牛肉炙りとか食べましたか。あ、食べました。もう一通り ほぼいって。それでね、大将に、これ以外、リブステーキちょっとあり、はい、これ以外で、あの1個選ぶのね、なんか、はい、まあ、2、3個候補挙げてもらってもいいけど、はい、なんか特別なの、特別っていうか、おすすめがあれば、はい、ちょっと聞いて、忙しければあれなので、大丈夫。考えてる。見てる。え、和牛ハラミ聞こえた？和牛ハラミ言った？はい、タイムリー。和牛ハラミタイムリー、もう一回言って。これと和牛ハラミ、貝の実ですね。和牛ハラミか貝の実か一部。あ、ほんと、はい、前一部。貝の実前行ったわ。オッケー。じゃあ和牛ハラミ行きましょう。はい。今日はそれで決まり。それでね、あとはですね、牛ホルモンを行きたいんですけど、牛ホルモンって何も言わなかったら、はい、前僕無理やり醤油したんですけど、はいはい、醤油美味しかったけど、あれ醤油でなかったら味噌だっけ？味噌と塩。ああ、じゃあ味噌で。味噌の牛ホルモン。これ普段からずっとここではそうだったんで、はい、で醤油はね、美味しいけど、あっちは豚、ハワイで豚の醤油を行くんで、はい、とりあえずちょっと、うん、どっちも美味しいけど、今日はじゃあ牛ホルモン味噌で、はい、味噌、そうですね。もうバット注文しましょうか。もう大体来る時に考えてきてるんで、まあ一個大将に聞きたかったのと、あとはね、スープですけどね。スープってどこに載ってましたか。ここにもあるけど、はい、ちょっとこれひっくり返さないように置いておいて。今ついてないもん。ちょっとボリュームがすごいんですけど。あ、これ前行ったわ。あ、行きました。これちょっと気合い入れないと、あれこれ食べてると食べられなくなるんで。あ、これね、はい、けーちゃん、オッケー。和牛テール。和牛テール。はい。それと、ご飯をですね、はい、蓋付きっていうか中ですよね。蓋付きの。あ、はい。台に行ったらあれでしょう。台はまた、お茶碗でしょ。大きいお茶碗。じゃあ、中で。中で。はい。はい。つや姫。つや姫。今も。はい。そうです。大将、大丈夫、作られてません？大丈夫。あと2時間、あと2時間。じゃあ、以上で。はい、ありがとうございます。はい、まあ、明日、明後日来るんで。はい、そうです。ええ、ナムルは必ず5時なんで、あります。あれは、あれだけでご飯食べれる。まあ、他と思いますけど。はい、今日は、じゃあ、それでお願いします。はい。はい、こっちより、大将なんか疲れ気味。前からあんな黒かったっけな。タイで焼けたもん。真中さん、はい、名古屋のね、はい、
電子チケットっていうの、交通の交通系のチケット、はい、あれまだか、もうつけたから違います、ね、あどうぞつけてください、マナカード、見たことあります、マナカードとかなんかあれマナカって書いてるんですよ、書いてますよね、私もあれ、欲しいんじゃん、名古屋だけど、名古屋ですよ、俺自分の関西だなと思いながら、関西は行こうかとか、なぜかだいぶ西の方が上がってる、そうそうそう、名古屋ですよ、名古屋、真ん中だからかなと思って、まあ、そのまんまやから、あこれいいなと思って、なんか小難しいっていう方が知ってました、やっぱり知ってました、なんか支払いのこう一覧みたいなこう、あデザインのね、売ってるじゃないですか全国のやつ、レジとかに、北海道やったら何やったっけ、北海道はサキか、なんか北海道の電子だっけ、電子サキかとスイカ、スイカはあれ、スイカは東京、東日本、サキかと近づらさだから JR 北海道が来たか、来たから、マナカっていうのがあって、そう名古屋、名古屋、マナカって書いたの、真ん中だからかなと思う、そう、分からん、真ん中だから、多分だけど、可能性高いです、あだ名真ん中さんって呼ばれてるから、マナカとか言われてるんだよ、真ん中さんって、真ん中さん、何の真ん中、ああそっか、悪い意味じゃないからね。そう、真ん中カード、これが目に入るんだから。俺のカードだ。俺のカード。それをちょっと報告に、ね、ありがとうございます。小耳には。小耳には花の。なるほど。で、今日は12時終わりで、ラストまで11時半ぐらいかな。ラストだからです。11時です。なんだ、1時半。はい、まあ、ラストオーダー行きましたね。あれで一応ラストで。もう考え抜いて。スープまで行きました。スープ、ね、もうコース。これを、なんていうか、セットで。スパゲッティ。今ついてる。何分飛行機やってるんですか？ここは、スタートで時間が、7時15分。だから、ここ回転してる時には、5時には、まだ新潟を。6時過ぎに飛んだ。なんか飛行機ってすごいなって、こっち回転してから移動して、ね、間に合ってるんですよ、1時間10分ぐらいかな、パターンでちょっとすいません、ね、この辺でじゃあ、はい、はい、なんか来ました、何でしょう、和牛ハラミでございます、和牛ハラミですか、株が乗っている、これ今日の大将のなんかおすすめの一つっていうことでね、気合入ってる気合入ってる気合入ってる、焼いた醤油ダレを醤油ダレでいきましょうか、じゃあご飯、じゃあ熱いんでしょ、はい、この辺に、はい、よう持ってますね、これ、はい、今日そんなに暑くないです、 10時だからか、あ、いやもう下は暑いよ、蓋は大丈夫だけど下は暑いわ、持ってたらちょっと時間が経つと暑くなる、あ、そっか、まあ、やけど線舐めてますけどね、じゃあ早速行きますわ、ちょっこりその辺でやってもらって、はい、ちょっこりは、あ、ちょっこりじゃない、こっちより音楽です、こっちより聞いてますか、あ、今やってオッケーオッケーオッケー、今やってくれてる、はい、いや、あの、慌ててるわけじゃないんですけど、ちょっこりやこっちょりこっち、あ、ビューホルモン出た、はい、いつものホルモン、はいはい、ビューホルモンが、あ、こっちょり出た出た、こっちょり来ました、はい、行きます、あっちで、これこれこれ牛ホルモン、おっかれへんかな、おっかれへんかな、
ところぐらい打てましたよ。釣りは私はちょっと食べにくいけど、釣るとしては前を横切るからちょうどいいね。よいしょ。食べてね、出してるから。あの、つかみ取りでっていう、ハワイから来た人とか、でもちょっと割れてるかもしれない。工場、そう、持ってくるのが大変だ。まあまあ、中身はジャンキーなお菓子ですけど、まあ、お気に召せばってこと。いや、あれちょっと、そのまま飛びついてたから、飛行機の。あれ、このまま持ってきたんだなって。そのまま、もう、で、あと処分してくださいから、いらんから。ちょっと恥ずかしかったけどね。まあ中身、外がなんかブランドのあの書いてるけど、中身違う。工場、工場直送で。ちょっとジャンクフードですけども。なんかハワイとか、あの朝立ちの人が来たりしたら、ちょっとつままてあげたりして。まあメインこっちですけど、これぐらいあるんで。すぐなくなる。すぐなくなって食べれない人も多い。だってパパ。多分あれはなんか 1.8 キロとかなんかいる。この辺あるんでしょ。あ、下を。下持ってた。じゃあもう休憩の時に感想聞いて。僕自身もあれ知らんから中身。あ、本当か。今度自分でも買おうかな。あれね、新潟の亀田の工場。の工場のちょっと B 級品みたいなので詰め込んでるやつ。じゃあいろんな味が入ってるんですかね。いやいやいや、一つと思うわ今回は。でもね、人気のやつだから。そうです。いや、美味しい。一遍試してみてください。こんな高級店で食べるもんじゃないけど。いや、とりあえずありがとうということで、お忘れなくということで。あ、そう、しました。はい、今日みんなに言うとか。私の日がいるんで、あの絶対覚えてますから。真中さん、みんな彼女、高坂みゆきさんでしょ。高坂みゆき、はい、彼女、あ、じゃあ、ユミさんだ。あっちがうちのベトナムのグエちゃん。あ、そうなの。グエコちゃん、
グエ、グエって言うの？グエットで、グエットさ、前、前いたよな。前、あ、前回いましたよ。うん、でも、はい、名前聞いてなかったわ。あ、前回いました。多分、多分いたんだよ。別のね、カフェの方もいけます。変わって、ベトナムの人。はい。オッケー。こっちのアイドル。アイドル。オッケー。オッケー。ということで、あとは、テール、え？僕、スープ頼みましたよね、はい、あの、慌ててるわけじゃなくて、はい、何頼みましたっけ？あ、そうや、オッケーオッケー、自分の忘れてた、慌てなくていいですよ、はい、慌てるのいいよ、あ、来た、来た、ちょっと待って、ちょっとその、沸騰してるの、こっちから、こっちから、この瞬間、ありがとう、あ、ちょっと、これ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 大丈夫だ、あとは、ね、東森さん勝った、うん、え、何、もう一回言って、何鳥取ならのは特にいいよ、あの、柄入れっていうか、そうだね、一個、これだけで、あの、レンゲかなんか欲しい、ね、ああ、そうそう、置いてくれた、ピンコさん見ないけど、今日あっち行ってんだろうな。もう店閉まったらこっち来るからね。タイムカードかなんか。もう絶対あるよね。
多いわ。で、山中のやつしようかなと思って、これ野菜いっぱいあるからね。入ったやつだけど、だけどこれから大丈夫だけど、じゃあそれ行きましょう。来たらこの辺に置いてください。
ノープロブレム。大丈夫。大丈夫です。あ、すみません。大丈夫。
スープを飲むときに邪魔なの。で、スープ飲みやすくなる。クリアな。何やってんねんって感じ。いいけど別についたって。
っしり詰まってるんで、また多分下に行ってるみたいな休憩の時でも、はい、お忘れなくて。詳しいか、なんか顔に似合わない。
加熱を温めます。後で。後で。今じゃない。いや、あともうちょっとグーグー食べてから。ごめんなさいね、前もって言うと今すみません。急に言うと悪い。再加熱。いきなりステーキかっちゅうね。甘くて美味しいな、これ。うん。ジューシーなのね。いいんですよ、ここ何でも、野菜も何でも。
精神構造になって精神構造です。ダーンですか、ホルモン。まだ。まだ。ダーン、ダーンです。よし。
口で豪快にいくのが醍醐味だ。決まってるんですよね。こうやって。今日日曜日とかね。
きだ。いや飲みついでにバーっと流れて、そうですね、その後もここに来てそこからまた違う。それちなみに何時ぐらい？いつまで新婚さんやってるんですか？ちょっと長い長いね。来年ぐらいまで。3年ぐらいまで。いらっしゃい。言わない。けど変わっちゃいましたもんね。いやあれ見てないわ。なんか知らない。なんか桂三枝帽子面白かった。なんか知らん。見たことない。見たことないですけど、見たことないです。で、出たい。出ても面白くない。面白いかな。いや面白いって言えないですもん。いや。あ、コムとカップルになって、焼肉屋さんで出会った、夜市で出会ったとか、焼肉屋ので出会った作り話や、そんなあれね、ストーリー、僕の先輩出たの、会社時代の、はい、あのね、打ち合わせして、ここをもうちょっと誇張して、まあ、練習して、面白くて、ストーリー面白くて、すごい誇張してない、あんな面白いの、だって素人、面白すぎるでしょ。多分あの僕は三四時代しか知らんけど、で僕ガキの頃から見てて、あれどう考えてもうそやお母ちゃんとか言ったら、あんた何見てんのって言ったら、小学生ぐらいの時に、イエスノー枕の男女のなんか話してるのに、ガキの顔イエスノー枕の意味知ってる？知ってます。知ってた？今日はイエス。いや僕それ最近知って。え、そうなんですか？ごめん、僕はあのここ邪魔だからそういう、そういう意味だったもんね。裏向けるとかなんかね。やっぱりあなた大人だ。来た。じゃあここに届きます。ありがとうございます。あ、やけどしないで。これ韓国流なんでこれね。
噂に言うと酒飲まないの、甘党です、甘党、はい、酒飲まないの、甘党、時計はたまにしか、休みの日しか飲まない。でも休みの日飲んでるの？そうです、ちょっとだけ。あ、何飲んでるの？あれも、まあ、梅酒とかワインとか梅酒ワイン、ちょっとギャル系のやつ。ビールは逆に飲まないです。あ、ほんと、通風の気があるんで、ビールはで、甘党なの？甘党です、毎日甘いんちゃう。な、例えば何だ、甘いもん、チョコレート系が、チョコレートか、あ、チョコレート好きなの、はい、あ、覚えときますわ覚えときます。パフェとか食べるの？あ、そうですね、あのなかなか食べる機会がないんです。機会がないの？でも札幌だったら、札幌だったら夜中やってるからね。行ったことないですよね、締め込んで。なかなか、お疲れじゃなくて、ゆっくりして夜遊んでるとか、そんなことないですよね。あのゆっくり寝てください。あまりご無理なさらない。明日もまた来ます、ね。早めに上がってた。まだ時間あるんで。時間はなんかだい、ゆっくり、もうあの早めに。カフェとかね、カフェも食べたいです。そこ行列でさ、さっきも何なん、ラーメン屋さん、スピリットラーメン屋さん、そうなん、有名な、すごいんですよ。あ、スピリットラーメン屋さん、マイクさん、そうだ、あとはね、ここの5階に居酒屋があって、はい、そこでこのかき氷だっていうことで、はい、誰か聞こうと思うんだけど、でも居酒屋だから、まあ、ここ食べてかき氷だけっていいかな。店の人も。ちゃんか。多分あの人が。好きなんですよ。結構有名な。だからここで食べれるんだったら、これ終わってから上で。ただ、居酒屋だから、いきなり入って、かき氷っていうのも OK かどうかとか、まあまあ、入るときに聞いてもいいけど、今日はちょっと無理なんですよ。明日以降ですけど。今日は僕も長くなった。釣りしたり、ヨモギ積んだり、今お茶なんですね、ヨモギ。今コーンみたいな。まだコーン、はい、いや、あれは美味しいけど、料理が立てる、あれはあれで美味しいけど、はい、そのうちね、だから、その準備してるとか、どうか。で焼いたんかな。いや、僕コクスは久しぶりで目の前でしょ、よく見えるんですよ。黒いですね。なんかあの僕をもらえてるみたいな。結構黒い。だからしんどそうに見えながら。色が黒かったね。元気だったらいいけど。いいや。元気だったらいいけど。
Thank you.
か食事もできるみたいだから、ご飯量やったんじゃん。あの時は食べなかったけど、一応ちょっと下見がてらに行ってきてる。はい、他にあのカレーとかも出してる。スープカレー、そこのカレー結構省エネに行って。あ、そうなの。そうなんですね。じゃあスープカレーもできるんですか。何かを入れてみたり、まあそれは締めの、はい、締めでスープカレーでご飯付けできるよ。ほうほう、なるほど。家庭的でいいよ。下げてもらっていいですか。そしたら、そろそろぼちぼちと、はい、じゃあコーン、コーン茶と、コーン茶と、はい、デザートいきましょうか。承知しました。
ベトナミーズが、ベトナミーズが、ベトナミーズが作ってる、ベトナムレディが作ってる。よろしくお願いします。何が出るからお願いします。チョコレートなんちゃら頑張ん、頑張ん、分かってる、頑張ん、頑張ん、サンキュー、ありがとう、頑張ん。ベトナムでしょ。頑張ん、頑張ん、頑張ん、サンキュー、サンキュー、頑張ん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 、サンキュー、ありがとうって何て言うの。頑張ん、頑張ん、よろしくお願いします。それしか喋れない。着いたんですよ。着いて1時間足らずで起きてきて、もう汗だくなって、地下道をね歩いてきたら、はい、あのシャワー浴びないとね。ホテルもちろんもちろんチェックインしてからすぐそこなんで、すぐそこなんで。でも明け方ハワイ行ったりしてね明け方行った可能性あるよ。減るんで。あれですよね。ANA をホテルですね。そうそう。ホリデー、ホリデー。もうあの2ブロック、2ブロックです。あれですね。コミュニティも近くにあるし。めちゃ便利。めちゃ便利よ。だからハワイも近いし、あの朝立ちも朝立ちです。だから混んでたら戻って、出直し。休憩できる。遠いところで駅前とかだったら。出直してくるの嫌や。そう、嫌になってくるから。近くていいわ。出た、ちょっと待って。それちょっと名前なんて。いらっしゃい、チョコ。これはなんていう名前。あのチョコ、何やったっけ、オレンジピール。名前なん。え？教えてよ。なペトで？ベト。ベトの名前は違うの。あなたの名前じゃなくて、これの名前。あなたペト？ペット？ウェット。ウェット？はい、ありがとうございます。このデザートの。もう一回教えて。今ちょっと録音してるの。聞いてないな。ごめん。聞いてないですね。何やったっけ？オレンジチョコみたいな。正式名称あんの？ないです。今日作ったんです。考えてないんだ、多分。オッケーオッケーオッケー。でもオレンジピールが入ってて、多分なんやろ。あ、そうなんですか。いや、知らない。僕が買ってオレンジピールのあのチョコってあるんだ。オレンジの皮のにあのチョコレートまぶまコーティングしたやつ。あれ美味しいんですよ。あれを多分イメージして作ってる。多分相性合うんですよ。だからオレンジと、間違いないです。チョコレートもラム使ってる。ラム使って、でこれもなんかこういう彼は焼き菓子のやつするんですよ。これさっき一周としたのがめちゃめちゃ美味しい。もう一個のパフェのやつもあのシガールみたいなの入ってて、よだから彼はねそういうのをなんか研究してあのお土産屋で売ってるとか買うんですよ。美味しい有名なやつとか。でそれをなんかアイディアとして自分のものすごいんですよ。すごい、ただもんじゃない。いただきます。何はともあれ、ために、ためにっていう。これ乗る予定があるから決まってないんですけど。でも明日ぐらいから乗ってもおかしくないよね。前もそうだったの。あの今乗ってるチョコも前回5月来た時に乗ってなくって。いや、これ今乗ってんですよ。リンゴパイのパフェですか。リンゴパイ。あれもうすぐご用意するって決まってたやつを先行販売したんですよ。いや、そうなの。嬉しかった。だから。なかったよ。僕悪口言うたの。一緒やーって言うたんですよ。あの半年ばっかり行きたいって言うの。一緒だったんですよね。それでなんか違うの書いてて、って言ってたら聞こえて、多分ね、それでこういうのできるからです。買えるって言って、浦野さんもいらっしゃるし、買えるって言って。いやいや、僕らどうして。僕
かどうでもいいんだけど、それすごいタイミングがすごく良くて、僕嬉しいですよ。すごいよ。でもこういう反応もしてくれるから東村さん嬉しいんだ。ありがとうございます。そう言ってもらえば僕も嬉しい。うん、嬉しい嬉しいでね。嬉しいわ。溶けるからまずはいただきますわね。ちょっとシャッパッと写真撮って、ありがとうございます。何を、やっぱ食べれたら。ちょっと、絶対そうですよ、これ。何はともあれ、写真撮って。何はともあれ。よし。いきますね。絶対美味しいです、これ。衣装がちょっとなんか疲れてるみたいな感じだって気になるけどね。美味しいよこれ。このオレンジなんやこれ。味見てるでしょ。味見ました。それですね、私食べますね。まだ食べてない。まだ食べてないんですよ。え、つよさんよりも先に食べた。ああ、でも先生、先生が食べたんで。いやいや、先生って。いや、あのね、ポンタでいいですよ。ポンタ用に作った。先生用になんか作ってたんで、私もまだ味見てないんですよ。めっちゃ美味しいよ、これ。ありがとうございます。吉森さん何もんやねんね。何もんやねん。これもうパティシエの領域ですよ、これはね。やっぱりあのね、食べ物に飽くなき探求心があるんで、日頃から。まあ家庭でもそうなんですよ。僕あの見てるの家庭料理。なんかそうですね、インスタでも。インスタ。そうよ。料理オタです。料理オタ、これめっちゃ美味しい。これオレンジの、はい、オレンジとチョコは、ね、合うんですよね。ほろ苦くて、これ完全大人用で、大人用で、うん、お子ちゃまは明日の私食べれないし、ね、え、つよさんはお子ちゃまなの。お子ちゃまだ。もっと甘い方がいいな。ちょっとこれほろ苦いのはね、これオレンジピールですわ。オレンジの皮の、はい、あとちょっと得体の知れないもの、あ、これ焼き菓子が入ってるのかな。それ多分ですね、あのパンのスポ、あのケーキのスポンジを、うん、もう揚げてるんじゃなくて油で、あのなんかやってんの、焼いてるんだと思うんですね。油で焼いてるの、染み込まして、むっちゃくちゃ香ばしくて、で、あのアイスにもなんか入ってんじゃん、白っぽいのが。あ、入ってます。うん、これがオレンジの、オレンジ色も入ってるけども、白いのが入ってんじゃん。白いの。この白が。白は何ですかね。これリンゴかもしれない、もしかすると。白があるんですよ、オレンジと。はい。白が、これが白なんですよね。明日。白桃ではない。いや、これはオレンジだわ。
いや、なんかね、このアイスにチョコアイスに混ざってんですよね。食べてしまったからもう出てこないかもしれんけど、なんだろう、あれ全部でもオレンジかな、オレンジの白い部分かな、分からんね。あ、皮の白い部分ですか、うん、中間の。そうそう、色的にね、作った方がいいんじゃないかな。いやいや、想像するしかないけど。それこそあれじゃないですか、インスタで質問してみたらどうですか。白いのはないですか。それは一番早いけど、会えなくなったらそうしますけど、会えるうちは目の前で聞いてます。でもこれいろいろ想像するのも楽しいんですよね。闇鍋みたいでなんか変なもん入ってるとかそんなことないけど、謎だわこれ。結構オレンジの皮が結構入ってますわ、量的に。おお、これはいいね。岡本太郎みたいな言い方で、うん、これいいね。岡本太郎太陽の塔の。いやいや、僕もあの知らないですよ。あの僕、いや、僕も生で知らない。生で知らないわ。いや、あのタモリがね、あの、はい、モノマネするから。うん、これいいねとかね。あ、そうそう、モノマネのモノマネなんですよ、僕は。あ、タモリがやるから本物知らないけどね。うん、これはいいね。岡本太郎もびっくりだわ。これいいわ、ほんと。いや、リキュール効いてるんですよ。リキュール、リキュール、千のリキュールじゃなくてリキュール、リキュール、リキュール、はい、うん、僕そういうのいいね。お酒はあのお菓子に使うの大歓迎なんで。ああ、飲まないけど。お酒に使うのは。そう、これこういうの。デザートに使うのは。デザート使うの。これいいわ。特にあの大人の世界のデザートだからね、ここはね。お子ちゃまはめったに来ないだろうけど。これもいちごの、真っ赤ないちごのソフトクリーム。ん？食べた。あのソルベでしょ。ソルベじゃなくて、これじゃないの。南方18丁目のカフェ、ん、 JB カフェとかで。東森さんいるだっけ。東森さん。あ、いやいや、味噌のあれどこって聞いてんの。あれそれの聞くの忘れてて、 JB カフェ。あ、でもあの時期的にない場合なんですよ。あの期間限定でいろんなソフトクリームを出してきて、前回がイチゴだったんです。5月で終わって、あ、そうなん。それ場所どこだっけ。場所、南郷18丁目。オレンジの東西線の南郷18丁目。だから大通りから15分ぐらい。あ、いや、それ場所までは前はあの全然聞いてなかったわ。そういうのがあって、時期的だから今行っても。JB。あ、ちょっとこれね、Google ですけど、JB、あ、触ってくれていいんで。JB。ちょっと印しとくわ。あ、これです。JB エスプレスモリカ。これ。最高。でこれマークしといたら、はい、こういろんなもの出す可能性あるから、うん、これコーヒーも美味しいし、カフェなんで、森彦のカフェなんで。すいません、僕ね、はい、あれなんですよ、コーヒー飲まないです。ああ、でも本物のやつは飲むけど。本物現地で飲んだトルココーヒーとか、あの、あのクロアチアでエスプレッソとか、あのでもそれまでは全然飲まなくて、で、あの飲んで気分悪くなったことあって。あんまりカフェインというか、いや、カフェインじゃなくて、あの変なやつは飲まない。で、いいやつはなんともないから、やっぱりそういうことなんですよ。イリーは大丈夫。イリーは何ともない。あれも海外で飲んで、そう、そういう言い方だと生意気でしょ。すみません、むっちゃ生意気でしょ。あ、そうだ、父親があの粉とかしてやると、あれ気持ち悪くなる。 あれ飲まされたら何が美味しいねんって。あの、それでコーヒー嫌になったんだけど、本物知らんかったわけなんだよ、それ。まあ言ったけど、はい、ウニとかウナギも本物知らんかって、はい、変なもん食べて嫌いになる人って、はい、食べ過ぎてあのタラタラ嫌いになる人もいるけど、タラタラ嫌いになる人そういうのも一緒。アントニオ猪木してるでしょ。はい、一度だけサービスしたことある。どこで。あ、来たの。あのホテルで。
生見た。生見ました。めっちゃ大きくって。188だもんなって。すごい。じゃあアントニオ猪木ね。水色のジャケット着て。で、はい、弟子すべて。何年前です。いや、結構前ですよ。10年。そりゃそうだな。札幌での話。いや、私東京にいた時。ああ、そう、学生やってた時もしかして。いや、社会人。あ、そうか、学生から社会人して。ホテルで働いてた時に。なんちゅうホテルってなんですか。日比谷のホテルにいたんです。帝国ホテル、違う。帝国ホテルおったん。あ、そうか、アフタヌーンティーちょこちょこ行ってます。上の階の方で。下もあるけど、アクアクア滝の時もあるけど、はい、滝はちょっとあの和なんですよ。あれ行ってます。あ、17階のカモにいたんです。合ってるかもしれない。10年、うん、僕ずっと会員だから、はい、コロナから行ってないけど、うん、東京行くために。で、紅茶好きだして甘党なんで、うん、また美味しいんです。あの、要は日比谷公園見て、で、故郷見れた。あの、ロケーションすごいんですよ。あそこおった。まあ、それ初見、今初めて聞いた。ちょっとあともアントニオ猪木戻すけど、アントニオ猪木ね、あの卵嫌いなんですよ。卵嫌い。なんでかっていうとね、ブラジル修行時代に、ブラジルの移民時代に、あのブラジル農園でお金稼いで、で、あの大都市に住んだのね、引っ越したのね。その時に選別で。あの農家だから周りの卵を山ほどもらって、で、あの都会に引っ越したんだけど、周り知らん人ばっかりだから、またあげる人もいないから、自分の家族だけで卵を処理するって言って、来る日も来る日も卵で、それ以来卵嫌いになったり、いまだにっていうか、まあ、死んじゃったけど、すっごい、まあ、本で読むだけだけど、もう箱で。だけどそれぐらいしか選別であげるものなかったじゃないって。私のタラと一緒ですね。タラと一緒、お姉さんのホッケと一緒なんですよ。そういうことだ。だからそれありうるんですよね。一生分以上食べるともう拒否するんですよ。名前聞くだけで。うん、多分アントニオ猪木もそういう卵ってやっぱ人あるんだろうなと。一緒まあね、でもそれ食べなくても生きていけるし、別にそれでどうでもいいんだけど。なんだろう、1個だから。いや、だからそこでちかさん思い出して、あー、タラとかホッケもあるんだから、あ、猪木は卵かって。ちょっと親近感。親近感。だから誰でもなんかありうるなって、食べ過ぎたり、もう飽きて、飽きてんのにそれしか食べるもんなかったら食べるしか止まらないじゃん。食べれないわけじゃないんだけど、もうえってくるよな。栄養取れる心ができてない。あるんだなと思った。そのうち僕あの高級肉をもうね、もういいわって言ったら、いや、嘘ならないならない。そこまで行くにはもうすごい食べない、もっと一生分食べない。まあそういうことですよ。すごい回数来ていらっしゃる。もうだから一通り行ったから、まあ、最近落ち着いてるんですよ。最近、最初は質問してたでしょ。すごい、そうですね。うるさいぐらい。だからそれは初めてのやつは、で、食べてみればわかるけどね。でももうグルマンズグループでも、え、ふくまさんとかね、熊谷大将とかね、はい、いや、これは本物なもんだって。こんな美味しいの食べたらもう変なもん食べれないわってね。その辺でっていうか、まあ札幌レベル高いけど、いや、なかなかないわ。そう言ってもらえると、いや、もうで、また値段も良心的なの。それ言うと値上げするかもしれないからあんまり言わないけど、もっと上げてもね、多分大丈夫ぐらいで。すごいね、結構取るからね。東京の方、焼肉行ったら東京とか大都市、うちの 1.5 倍か2倍ぐらい取る。それでも普通の OK っていう。ここはだから来てみる。人が来ますからね、あっちは。まあね、まあね、一元さん多いとか、なんかここはだから今のままで行ってほしい。多少上がってるみたいな。50円とか上げるのいいから、はい、50円80円すぎる。ご飯が50円。まあ、あっちもそういう、あの朝立ちもね、ちょっと値上げしてるけど、もうそれはもう関係ないわ。もっ
っと高くても来るけど、あんまり言っちゃうとあんまりだけど、まあ今の状態ぐらいに、すごい良心的で。やっぱり着やすい価格帯で。価格帯だから流行るわ。朝立ちすごいよ。大事にしたいので。絶対だからあんなうわーっていくんですよ。追加する。で他の近隣の店行ってもガランとしてたりするから、やっぱりねそういう流行ってる店っていうのはすごいんですよ。あと、あと店員さんが親切で優しいとかいうのもあるしね。ハワイ、ハワイもそうだけど、もうさそこがもう三拍子揃ってるのかな。めっちゃいいです。もちろんそうですけど、立ちの良さって一番ですよね。味そこそこでも心地よくできますね。来ないかな。3つのうちの1個、1個が抜群でも、なんとなく行く気なくなってくるね。たまには来るかもしれないけど。味、人、居心地、これが育ってここはまあ、高級志向だから、こうゆったりする。あっちみたいに煙もぐもぐ、ハワイみたいな。それでもまだね、行きたくなってくるっていうね。だから、いいんですよ、大社のお店は。ね、ないわ。そうともでもないし、絶対いい店本当に見つけたって言って、あんまり行き過ぎると敵になりそうで行ってないし、うん、まあね、いや秘密にしたいわ。酔っ払って集団を見せることがただあるみたいな。暴れる？暴れる？暴れないだろうけど、暴れやないけど。まあしかしすごいよこれ。まずは仕事、仕事はだ。あ、今物を取りに行く。あ、本当。はい、10分ぐらい。あ、本当。あの下にね、はい、あのちょっとお土産ジャンキーのやつ置いてるから。あ、すごい。すごい。カメラのこのぐらいの大きい箱で。カメラ持ってきてる。工場直送で。持ってくるの恥ずかしかったけど。いただきます。あ、どうやる。でも男帰らなきゃいけないから、何取れてるの？キムチ？パワフル？パワフル。あ、どうぞ。あ、すごい、あの袋にいっぱい入ってたよ。あ、そうですか。うん、さっき見た、王さんの、王さんの袋。そうですね、王さん。またもう、そのうち明日行くから、今夜、あ、今夜回ってるから。明日行けるから。明日ですか？公園なんで、明日は。じゃあ、あのメラルのそれを。そうですね、あと。あの、イズミピンコいる。イズミピンコ。あ、ほんと。イズミピンコさんいたら、それ。最近エプロン新しくなって可愛いエプロンしてます。あ、ほんと。じゃあ見に行く。で、マナコさん、マナコさん今日も来てる。マナコさんも明日も来てる。あ、ほんと。あ、今日あ割とこっち来てるから、マナコさん。そうですね、今最近は。あ、今日ちょっと思ったしね。あ、どう仕事以外すかない。もう忙しいから行かない。もうデザート食べて。むっちゃ うまいこれ。そうなりました。いつもいつも意外でしょ。あの飛行機があの早い飛行機取れなくて、遅い便になると2時間しか飛んでなくて、この時間でも悪くないな。この時間帯もね、朝ゆっくりできるしね。朝っていうかもう夕方っぽく出てゆっくりできるからいいもんだな。10時からっていうのもね、日曜日の場合は12時に終わるから、ちょっと片付けモードがただしちゃわない。お元気で、また明日、明日明後日、はい、注文入ってるからどうぞ行ってください。あ、もう今日終わりか。ピンコさんまだじゃあ、おう、片付けて、片付けてます。あ、そうか。まあ、あの地下室に行って、ちょっと持って帰って、ありがとうございます。掴み取りでグワーって、こんなにはや早めまですぐなくなるらしいから。あ、あハイエナみたいに。あ、ポケットいっぱいある。じゃあ明日また。はい、行くんで、はい、よろしくお願いします。
ということで生産を何に言えばいいか大丈夫です。はい、お願いします。はい、まだ残った。日曜日だから大丈夫じゃないですかね。今日まだ少ない方か。日曜日少ない方です。どうもあの雰囲気は。日曜日の夜はすすきのお店閉まること多いので。そうやね、うん、はい、すいません、ごちそうさまでした。劇場なかった。東森さんじゃないわ、あの早川剛さん。剛さん、ごちそうさま。どうも、お願いします。ごちそうさまでした。これこれしないと。ごちそうさま、ごちそうさま、ありがとうございました。帰ります。成功まで牛乳買って帰ります。あ、わかりました。牛乳美味しいんですよ、北海道は。